んにちは、第3火曜日午後2時、純子のアートシンキングスタートします。ですね、私この番組はですね、私純子がですね、アーティストの方たちをお招きして、あーピーポーピーポー言ってますね、そしていろんなお話を聞いちゃうという番組です。で、今日お越しいただくのは、そうですね、この話でも盛り上がったんですけども、答えが一つではない、成果が一個ではない、そんな時代になってるので、アーティストの方たちといろんなお話をして、何を考えてるかいろいろ聞いちゃおうなんて思ってます。今日来ていただいてるのは、手すき和紙造形作家さんの君南由美子さんです。では来ていただきましょう、はい、どうぞ。こんにちは。こんにちは、君南由美子さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。君南さんとはですね、はい、もう多分20年ぐらい前、そうです ね、計算はしたくないですけど20年ぐらい前に出会いまして、その頃ね、出会った時はね、私はあるスポーツクラブ、クラブボーイボーといって代々木上原にあったんですけど、スタッフの 90% ぐらいが外国人で、お酒も出す、自己責任で飲んだ人はやらないとかね、いろんなそういうので、あと、ネイルサロンがあったり、イングリッシュスクールがあったり、いろんなこう総合施設で、とっても楽しい、なんか夢のある、まあ、人種もいろいろ、そうですね、ね、人種もいろいろ、性別もいろいろ、年齢もいろいろ、年齢もいろいろの、もうすごい、そう、夢の場所、まあ、ジョイというコアコンセプト、コンピュータースがジョイという場所で出会ったんですけど、うん、その頃出会った時は、なんと君南由美子さんはですね、フラワーコーディネーター、そうです、ね、はい、はい、ですよね、お花の先生でいらして、めっちゃくちゃセンスが良くて、私たちマネージャーたちは全員、社長会長、私たちマネージャーたちは全員君南先生の、あのフラワーアレンジメントを教わったりとか、そうでしたね、ね、半年ぐらいやったのかね、もっとやったのかしら、いや、もっとやってたと思います、はい、ね、うん、結構やったんですよ、はい、みんなね、斬新な花を作らせていただき、そうですね、夜ね、もうその人がそのものに現れるようなアレンジメントそうそう、はい、ですね、うん、もう不思議な場所だったので、自己啓発って昔流行ったのかな、なんて言うんだろう、自分を成長させるっていう、それが普通に毎日その会社の中で行われているっていう感じだったので、うん、なんかこれやりませんって言ったら、やりましょうっていう、そうなんですよ、まずそこで私はノーと言えないノーと言わない純子さんをもうそばで見ていて、すごく勉強させていただいた時代でした。楽しかったですよね、うん、すごかったです、ね、すごかった、そうなんですよ、そんな、だから一緒にパーティーも結構ね、外国の方たちが多かったので、うん、メンバーさんも多いし、スタッフも本当外国人の方が多いので、はい、よくパーティーしてたんですよ、うんうん、でそのパーティーの時に全部お料理から、そうでしたね、パーティーのフードを出していただいて、お花とかも全部やってコーディネートしていただいて、スポーツクラブの中でね、そういう場があったんでね、そうですね、ちょうど調理師の免許も取っていたので、はい、そういった、はい、急なご依頼だったんですけれども、この時を機会、いい機会をいただいたということで、純子さんを見習ってイエスとこれやりませんじゃ、イエスと、イエス、はい、どうすんだっけって後から考えるんですよねうどうしたらいいんだろうそうするともうアイデアが溢れてくるというか、人に聞くもするし、割とあれは今すごく自分にもトレーニングになったなっていう、そうですね、もう実地でね、はい、まあ、お世話になり、いえいえ、とんでもない、楽しいパーティーだった、まあ、今回ね、純子さんにお誘いいただいたおかげで、そういった過去の記憶も、うん、もうどんどん、逆に言うと引き出されて、偶然にもういろんなものが出てきて、お片付けをしながら、そのフラワーアレンジメントの教室の時に生徒さんが書いてくれたサンキューメッセージみたいなものも出てきて、そうですね、読み返し、あ、こういういい時間を、まあ、純子さんにフォローしていただいてたんだな、いやいやいや、と思いながら今日ここに座っております。 あの時はね、そう、いろいろそのテーマを決めて、お花もそう、テーマを決めて、そこで感じたことや、なんかこう、そうですね、セッションのようにお花をさせていただいて、はい、
あのそこにテーマをつけて自分で感じたこと、人からのフィードバックをもらうみたいな、はい、なんかそんなことをお花を通して、ただ単なるお花を生けて綺麗ではなくて、うん、そこから自分が何を感じたか、というようなところも含めて、あとお花とのコミュニケーション、ああっていうのも、あの確かにそうです、はい、そこをね、私もそう、その話もね、うんうん、あって、そのお花をね、だからこう、この間お話聞いた時にお花をやってて、ある時ちょっと聞いたヨガをやってらして、あ、そうなんだ、ね、ヨガは今何でしたっけ、ヨガの聖地認定、そうだ、聖地認定委員会の、はい、今そういったお仕事もさせていただいておりまして、そうですよね、はい、と思ったらこの間は手すき和紙をやってらっしゃると、あ、そうなんです、で、なんか全部が違うようにえ、君並さんどうしたんですかみたいな思ったら、はいはい、うん、そこは違うんじゃないんですよ、そう、はい、それが聞いてびっくりしたんですけど、あの全て、あの例えば和紙とお花っていうのは、うん、まあ、植物が相手なので、まあ、はい、なので、そういったところで私にとっては全く別なものではなくて、うん、まあ、それを同じように扱っている、うん、であと、まあ、やっぱりこの何ですかね、そのものに向き合うその自分を見つめる、まあ、それヨガにも通じていると思うんですけれども、はい、そういったところで、まあ、あとちょっと人にこういうことを言うことがあるんですが、そのお花をやっていても、和紙の造形をしていても、そこをすごく集中して行うので、うんうん、まあ、それは瞑想に通じるな、まあ、イコール瞑想、集中して、はい、無になるっていう、そう、まあ、そうですね、まあ、本当慣れるかどうかは別としても、うん、そういう感じですよね、もう本当にもうそれ、集中する、もうそれしか考えていない時間を、まあ、そういったものづくりで与えてもらえるので、今いろんな情報がね、こう身の回りにこうある世の中で、そういった時間を持てることっていうのは非常に、あの自分に立ち戻れる、まあ瞬間を作れるんじゃないかななんて思って、あとこうお花の、何でしたっけ、そのお花を生けるときに、はい、なんかこう結構あのクリスマスリースとかも作らせてもらったんですけど、はいはい、うん、そして、ね、私の同級生でね、ハワイアンスハワイのね、はい、あの店を持ってる、はいはい、センター南でね、お友達アレナウィンク、アネラウィンクという中学の同級生が、お店を持ってるんですけど、そこでもあのクリスマスリースの、レッスンをしていただいたんですよね、はい、何回かさせていただいて、もうクリスマスリースのレッスンが大好きで、うん、あの何でしたっけ、あの木の名前、ヒムロですねそうね、触りながら、あの香りを嗅みながら、そこを言ってくださるんですよ、その手でも感じてくださいっていう、なんかこう生けてる時にその匂いを感じてって、もかけててもどん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 ずっとかけてると色も変わってきて、生きているものだから、それがすごい、あの香りとかね、でそこでなんか手先のことをこの間君並さんがおっしゃってたのが、あ、そうなんです、びっくりして、ちょっと面白い話があって、っていうか私はもう何も特別とは思ってなかったんですけど、まあ、フラワーアレンジメント、オアシスっていう、まあ、スポンジにお花、そうですね、お花茎を刺していくんですけれども、まあ、だんだんこうたくさんのお花を入れていくと、オアシスが見えなくなっちゃう、と、うん、まあ、最初段階に来るんですよね、そうそうです、うんうん、段階に来るんですけど、でその時に、まあ、茎の細いものとか入れ、刺す時に、まあ、見えない中で刺すんですが、私その時に生徒さんに、刺す時に指で音を聞いてくださいって指で音を聞いてくださいっていつも言っていたんですが、どうもなんか皆さんピン、なんかはいとおっしゃっていながら、分かってないような感じ、うん、でこう指で音を聞くね、そう で私はこう刺す時にこの指先からその、スポンジに茎が入っていく振動が伝わるんですね、指先に。あ、だそれを音を聞くっていう表現に、まあ、していたんですけれども、はい、まだ それがなんかどうも皆さん同じようには感じていなかったっていうことが最近分かって、まあ、まあ私はそういう指先のことを、そこでなんかつながったんですよ、あ、お花のそういうところと、あと多分和紙を作るって、和紙を紡ぐ、うんうんうん、なんていうんですかね、作っていく時に、はいはい、ちぎっていく、その時の手の感覚とかがやっぱりなんかこう特別というか、そこが多分共通してて、うんうん、そこを使う、はいはい、お料理もそうじゃないですか、そうですね、はいはい、でお料理も本当にね繊細で、まあ、美しくて本当にセンスがいいお料理なんですね、まあ、もちろん美味しいんですけど、うんうん、何かこう手先のことだっていうのをこの間その何か手で
五感とか六感があるとしたら、みんな強い五感ってありますよね。でそこの五感の中の君奈美さんは、私は触、あの触るっていうところの触覚、うんうん、で例えば視覚、目、鼻、耳、うんうん、まあいろいろありますよね、うんうん、あの感覚器が、うん、まあそこがやっぱり皆さんどこか優れたものがあって、うん、あの必ず誰でもあって、うん、あのその優れた部分を使っておそらくいろんなものを認知したりとか、うん、あの感じ取ったり、うん、まあ、感っていうところの部分なのかなと思うんですけれども、うんうん、はい、あのまあ私はたまたま指先なのかなと、そうなんですよね、思ったんです。あとでねちょっと動画をねあの流していただくんですけど、その動画を見た瞬間に手先を見て君奈美さんってすぐ分かったんです、ね、すごいびっくりしました。うもうねそのなんかそのやっていた手をね、うん、すごく思い出した。手になんかその触れるところに、まあ、神が宿ってるじゃないけど、君奈美さんの多分こう強みというか世の中に貢献するのはここからなのかなみたいな、ね、すごい素敵で、そう思ってそのね和紙を、でも私は和紙は急に始められたのかと思ったんですよ、うん、でしたらそうじゃないと聞いて、そうなんです。そういつ頃からやられてたんですか和紙。ですね、20関して、まあ、28、うん、まあ、あの年齢で言えば28、まあ、そこから何年やってたかもちょっと置いておいてですけれども、はい、でそこであの和紙のちぎり絵っていうのを始めました。あ、はい、であの和紙、まあ、色和紙で、今日はちょっとサンプルがないんですけれども、まあ、和紙で絵を描いていく、色和紙で絵を描くっていうものなんですが、で、まあ、そこが和紙との出会い。ただ今振り返ると、うんうん、本当の和紙は知らなかったんだろうなと思うんですよね。あ、本当に和紙を、のことを分かってなかったっていうのが、うんうん、あの十数年前に分かり、ちょっと、ね、本当の和紙知りたいですね。どうね、なんかその、うん、そうですね、ま、和紙は和紙で、あの本物とかそう偽物っていうのは別にあのないとは思うんですけれども、あの、まあ、ある方からね、あの和紙、まあ、私の作品展を見に来てくださって、うん、で和紙って何でしょうかね、ま、何ですかっていう問いをいただいたんですよ、はいはい、で私はその時すでにもう十何年もちぎりをしていたのにもかかわらず、うん、いや和紙って和紙ですよねという答えしか言えなくって、あ、まあ、それがすごくですね、あの悔しかったんです。そっかそっか、もう何年も関わってるのに、うん、なんでそれしか答えられないんだろうと思って、はいはい、すごく、あ、悔しいのは自分にですよ、うん、あのその方ではなくて、それやばいですね、答えられなかった自分にすごく悔しい思いをして、うんうんうん、それで悔しい思いをどう変えてたんですか、はい、でそれで、うん、まあ、あの、まあ、ある年、まあ、大人になってから、まあ武蔵野美術大学という、大学に入ったんですか。あ、そうなんです、あの、通信課程なんですけど編入して入って、で、はい、すごい、それはじゃあ私たちが出会った後ですよね。かなり後ですね。うん、そうなんですね、うん、大体いくつぐらい大体いくつぐらいちょっと気になっちゃうんですよ。大体だって大学に入るってどれぐらいで入るのかなと、ね、正しいかな、45ぐらいだったと思う、ちょっとはっきり今思い出せないんですけど、でも40代で40代の半ばぐらいってことですね、はいはいはい、へえ、すごい、大学にチャレンジ、はい、あ、まあでもあのど、まあ、同窓生というかその中にはもちろん、うん、あの年上の方たくさんいらっしゃいましたし、あのまあ、私が特別年齢が上なわけではなかったですけれども、まあ、でもいいですね、勉強したいことがあっていくっていう、なんかこう学歴のためとか、ね、あ、もう全然そういうことじゃなくて、もうただただ悔しさのため、和紙ってなんだっていうのに答えられない自分のなんか、そう、もうなんかこれはどうにかしてね、なんか見つけたいなと思って、うんうんうん、でまああの、はい、でもう編入して入学したその時から、まあ、私は芸術文化学科というところを、はい、あの選択したので、うん、あの論文卒業だったんですけれども、うんうんうん、はい、もうその時からあの論文の内容は決まっていて、もう入学した瞬間に瞬間にもうあの何を研究するかっていうのはもう決まって
それなんですよ。てかなんか今ね私はそれわからないけど、なんかそれってそれが普通だな気がしてきた今聞くと。だってやりたいことね、そうなんです、本当はそうなんです、学びに行くってことで、うんうん、そうです探しに行くわけではなかったってことですかね、うんうん、まあ、それもありかもしれないけどね、うんうん、何か自分の本当にやりたいことを探すために大学っていうのもまあ素敵なことですけど、たまたまやっぱある程度年齢がいっていくってことは目的あって、皆さんそうだと思うけどね、はいはいはい、このためにっていうのが明確ですね、うん、そうです、不足しているものが分かってしまったというか、はい、だいくつになってもチャレンジ OK っていうなんかこう力になるんです。いくつになっても40代まで若いけど、そうですね、叩き潰されても頑張るっていう感じですよね。でそれで卒論を、はい、書いて、はい、でその卒論を書く過程で、うんうん、いろんなところに、まあ、取材に行ったんですよ、まあ、取材に行かなくては書けなかった、うんたので、うんうん、はい、まあ、和紙がテーマですから、うんうん、で、まあ、今でもそうなんですけれども、まあ、和紙の、生産が、まあ、産地でもう量が減って、うん、まあ、要は需要と供給の問題かと思うんですが、で、まあ、そこのところで、うんうん、まあ、和紙を救ったものがある、それは何だ、で和紙を救ったもの、うんうん、でそれがちぎり絵だったっていう、やってたものじゃないですか。そうなんです、そうなんです、だからそれでどうやって救ったのかなっていうのが知りたくて、うん、う救ってどういう意味だろう、はい、要は需要を作ったってことなんですね、使い道を、うん、まあ、その和紙の絵というところで、うん、まあ、使う人を増やしたという、和紙を使う人を増やす、そうです、そうです、そうです、使う人を増やす、でそれで、まあ、そのちぎり絵 の、 その広めた方っていうのはもう大きなそのサークルを作って、うん、もう日本全国、生徒さんがいるような、はい、そういった大きな組織を作られて、まあ、でもその時面白いなと思ったのは、その大きな組織が作れたのはその時に、うん、まあ、大手の鉄道会社のキャンペーンで、うん、安く全国にこう、うん、汽車がで回れるみたいな、なんか青春なんて、そうそうそう、そんなような企画があったから、うん、交通費が少し安くなって、うん、それで全国展開ができたっていうのを、はい、教えていただいたので、まあやっぱりただなんとなくは物事って成し得ないんだな、うん、やっぱ社会の変化と、うん、変化もやっぱりうまく活用してか、あるいは相互にね、そうですね、うん、そう相互に、あるいは、まあ、それがたまたま来ちゃうかもしれないですし、うんうんうん、っていうのをうまくこう取り込んでご自身の事業にされていったんだなっていうのも、まあ、和紙だけじゃないところで学びました、うんうん、へー、じゃあそういう人に会いに行くことによっていろんなことをこうなんか吸収されて、ね、はい、というか人に会うのが楽しくて。でもその何か一つ決まって、その和紙ってそう思うと全国にあるってことですよね、和紙って。そうなんですよ、あれ、はい、もう和紙って和紙じゃないのみたいな、うん、あれ、そうそうなんです、うん、そうなんです、一般の方であまり和紙を知らない方は、うん、和紙っていうとね、まあ、京都とか、うん、要は、うん、そうですね、その和紙のものが よく売られている場所をイメージされるようなんですけれども、はい、うん、実は本当にもう日本列島いろんなところに和紙の産地はあるんですよね。和紙って何からできてるんですか。あ、はい、皆さん覚えてらっしゃるかどうか、中学校の社会科の教科書に多分和紙の、項目、うん、私はちょっと覚えてるんですけど、うん、楮三俣岩皮、和紙はそれで作られるっていうの、はい、もう一回ね、はい、楮三俣岩皮、岩皮、はい、植物なんです。楮三俣岩皮、はい、植物の表皮というか、はい、人皮繊維と言われる茎を、そうです、くるんと巻かれているその表面の部分を、まあ、いわゆる繊維、そうです、剥ぎ取って、まあ、いろんなその伝統的な、技術で、繊維を一本一本ほぐす作業をして、でそれをまあ、よくこういうの見ますよね、はい、テレビで行われている、うん、ああいった揺すって、うん、で繊維をこう散らばせてというか、もうすくい上げて1枚の乾かして1枚の紙にするっていうのが手すき和紙ですね。それは手すき和紙、うんうん、はい、
手すき和紙、はい、そうですね、それ和紙っていうとこういう風にやってる糊みたいな白い、そうそうそう、ね、こうやってやってる、はいはい、まあ、なんか何かでテレビで見たことが、ね、あります、あります、はい、まあ、そういったものが全国で展開されていて、そうですね、それが生息してるとこなら全国、そうですね、なんかあるんですか、はい、あったかいとこがいいとか、あ、いえ日本全国どこでも、あ、そうですね、まあ、大体、例えば南の方になるとカジノキとか、まあ、あのその3つじゃなくても、なるほど、はいはい、あの竹でも作られますし、あ、まあ、一応そういうことか、教科書に出てた、まあ、一般に言われるのはその3つなんですけれど、紙の、あの植物の繊維であれば、まあ、そういったものは、はい、皆さん工夫して、いつぐらいからちょっと和紙ってあるんですか、この世の中、こう日本に、日本には、天平時代ですかね、あの天平時代、はい、あまりよく歴史わからないけど、はい、で、中国、最初は中国前漢時代に作られたと、まあ、言われているんですけど、中国からやっぱりその技法、はい、そうですね、大陸を伝って、日本にその技法が来たということなんですけれども、はい、まあ、本当に長いお付き合いで、まあ、日本の文化を支えてきた非常に有能な立役者が和紙になります、はい、で、じゃあそれを、まあ、そういうことを勉強されてっていうか、はい、こういろいろ全国行って、はい、手すき和紙を学び、はい、卒業に至る、はい、そうですね、はい、はい、手すき和紙を学びというか、あの、研究目標が手すき和紙だったので、まあ、いろんな造形のことを教えていただいて、うんうんうん、石膏とかそういうものも作ったりとか、はい、あのいろんな体験をデッサンと作ったりとかっていうのもさせていただいて、はい、学ばせていただきました、はい、あ、すごい、なんかちょっと小耳に挟んだのは首席で卒業されたとか、あ、いえいえ、あの、まあ、最優秀賞をいただいて、はい、それが、まあ、あの励みになって、で、うん、まあ、あの、なんか自分でも何かできそうなあの気になってしまってですね、あのその後もう1年も経たないうちに、うん、卒業して、はい、はい、卒業してから1年も経たないうちに NPO 法人を立ち上げる準備をしました、はい、じゃあもう1年後には NPO 法人を立ち上げたんですね、はい、わあ、なかなか ね、あの私たちその出てます、すごい、すごい、すごい、こちらのスタッフの方、ね、素晴らしい、あのうち あのプロモーション担当の内藤志雄さんが、まあ、そうなんですね、サイトを作って、そういう NPO 法人も立ち上げて、そういう活動ですよね、あ、そうですね、手すき和紙の魅力と可能性を国内海外伝え広める、はい、そうです、はい、いろいろ、なんかインド、あ、そうです、はい、あ、そうですね、これは、はい、一昨年行かせて、あ、違います、これは去年のね、暮れですね、暮れにオンラインで授業させていただいたんですね、はい、はい、そんなこともされてるんですね、はい、そうですね、すごい、ちょうどね、その時に折り紙がテーマだったんですけど、本当だ、折り紙やってる、そうなんです、で、そこでですね、はい、いいですか、はい、もちろん、まあ、ちょっと折り鶴を、まあ、皆さんに作って教えたんですね、そうです、インドの方たち、ね、そうです、はい、で、まあ、あの鶴だったら、まあね、あのどこでも誰でもできるので、まあ、私は和紙を手すき和紙で鶴を作って、まあ、皆さんに見ていただいたんですけど、向こうの方たちに和紙を送ったんですか、あ、いや、送ってはいない、まあ、見ていただいただけなんですが、はい、こちらがですね、はいはい、手すき和紙で作った折り鶴です、はい、これは、奈良県 の吉野というところにある、福西和紙本舗さんの、はい、和紙を使っています、素 素敵な色なんです、すごい、これあの藍で染めていてですね、はい、本当に草木染めも非常に丁寧に作っている職人さんなんですね、すごい素敵な色、はい、はい、いろんな素晴らしいあの和紙を作られているんですけれども、これがですね折り紙、普通 の、 あ、はいはい、まあ、市販で売られている折り紙なんですけど、うんうんうん、これが2つ その要は手すき和紙と、ま、画面で見ても風合いすら まずはもう違いますよね、ちょ
ちょっとこれ純子さん持っています、ね、持っています。なんかここでこっちこっちここちょっとなんか違いどうですかね。かまず、うん、軽さが違う。そうなんですよ。あ、全然違う。軽い。え、こんなに薄いんだ和紙って。あ、そうです。これはたまたまそういうすごい、あ、優しい、あ、はい、まあ、折り紙は折り紙で、はい、いつも、はい、もうちっちゃい頃からよく知ってる、はい、はい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 、全然違うね。優しい、なんて言うんだろう、やらどうで優しいね。すごい。これもしかしたら体に素材としていいんじゃないですか、うん、あ、いいと思います。なんか私は私は勝手にいいと思って、いや、これもいいですよ。でも硬い感じっていうか、はい、この感じと、いや、これはね持ってみなきゃ分かんないかな。そうですね、この触り、皆さん持っていただきたいです。触った感じが違うなんかこれも触りたくなってきた。あ、そうですね、はい、触った感じが全然違う。ツルツルだけど、ね、はい、これは柔らかい、やわ、うん、優しい。やっぱりね、この繊維を、うん、びっしりこう入ってるわけじゃないんですよね。こう絡めてすくい上げているので、まあ、空気というか、何でしょうね、こう隙間があるっていうか、はい、まあ、やっぱりそこで軽さが出るのかなと思いますし、うんうん、いや、全然違う。もう全然違うでしょ。全然違う、ね、いや本当に、これはこの切り口がまたやっぱたまらない。これも見えないよね、この切り口が、うんうんうん、ああできない、わかんないな。これはぜひなんか和紙がそばにあったらね、見ていただきたいですね。そうですね、はい、皆様も、あ、この、皆様もぜひなんか手すき和紙っていうものを、うんうん、もし売っている場面があったら、うん、どうぞ購入していただくか。和紙とも手すき、これが手すき和紙ってことですね。そうです、そうです、はい、和紙もいっぱいあるんですね、じゃね。和紙もそうですね、まあ、それは使い道によって、うん、消費者が選べばいいんですけれども、まあ、手すき和紙、まあ、機械ですいた和紙もありますし、うん、ファインペーパーのようなその、まあ、用紙で和紙風に作っているのもあるので、うん、はい、で、まあ、今ちょっとマーケットでようやくその区別がつくようになってはきたんですが、まあ、ちょっとこう一緒になっちゃっているところもありますから。手間とか、まあ、原材料もあるのかな、あれだけど、お値段もきっと違うでしょうね。そうですね、まあ、高級にはなってしまいますけれども、そうですね、繊維のツヤが、はい、出てます。ツヤツヤしてる、はい、初めてこんなちゃんと意識して和紙に触れました。はい、意識大事ですよね意識大事、何気な感じじゃなくてちゃんと意識すると、うんうんうん、良さが伝わりますね、はい、いや本当体にいい感じがしちゃうでしょ。うん、君並さん、そのコサージュももしかして、これも実は和紙すごい素敵でできています。ちょっと触ってもいいですか。はい、いいです。あ、しっかり硬い。これはまあ、私がすごく親しくさせていただいている石川県の輪島にある輪島塗り、漆器、はい、を作ってらっしゃる大崎さんというところの漆器、ね、要は漆越しの和紙という、漆器って漆を塗る前に一度、うん、和紙でこすんですよ。で、通りをこう滑らかに通ったものを、それで初めて木に塗っていったりされるんですけれども、その和紙をお預かりして作りました。あ、じゃあこれこした、本当に使ったやつ、漆がついてるんです。そうなんだ、はい、すごく素敵です。すごい素敵、はいはい、まあ、でもね、本当に、まあ、いろんな、今お話ししたみたいに、うんうんうん、手すき和紙って皆さんね、こう書を書いたりとか絵を書いたりとかって、うん、紙っていうの、そういうイメージがあると思うんですけれども、うんうんうん、伝統工芸品の今言ったような材料、道具、うん、用具にも和紙って使われていて。本当だ。そうなんです。本当に日本の伝統と寄り添いながら、いろんなものをこう、形にして世に出してきて、うん、来てくれた立役者でもあって、まあ、ちょっと例で言うとですね、うんうんうん、和ろうそくってあるじゃないですか。はい、ろうそく、うん、すごく雰囲気のいい炎が上がる、はいはいはい、あちらもろうそくの芯にこの和紙でストロー状にこう和紙が、でそこにこうろうを塗って、和紙をこう、そうなんです、はいはいはい、でそこで空気の対流が起こることで、和ろうそくって芯がまっすぐ炎が上がるってよく言われるんですけれども、まあ、そういったものの
あ、じゃあ元はろうそく、和ろうそくは元は 和紙だったんだ、芯、うんうん、はい、今でもあのこの間もあの飛騨高山とか、うん、あと内子の和ろうそく屋さんもこの間行ったんですけど、内子って愛媛県なんですけど、あのそこもあのじゃあろうそくの芯を和紙、はい、それはそのきっと地産地消じゃないと、その土地の和紙かなんか使われてるのかしら。あの内子の和紙、はい、使われてるとおっしゃってました。だからその深い、なんでしょう、産業がね、あの地方ってあのお互いにこう助け合ってる、うん、あと もう一つまた今思い出したんですけど、どうぞどうぞ。ついこの間あの、まあ鹿児島に行ったんですね、うん、まあ、そこ、うん、あのヨガの聖地第1号が種子島でできたんですけど、あのそれで、さっき、そうですね、さっきちょっとお話しした、はい、でそこで鹿児島県、まあ、種子島に行ったので、うん、鹿児島の和紙も見てこようと思って、鴨、ね、はい、和紙っていう、まあ、あの伝統的な和紙を作っている職人さんのに会いに行きました。でそこで聞いたのが、うん、あのまあ、鹿児島って油、菜種油とかすごく産地らしいんですけど、はいはいはい、でそのな油をこすのを和紙で、和紙でこして、そ、はい、でそれでそれをあの使ってるっていうのを聞いた時に、何でしょうね、あのその土地でできているものたちをうまくこう支え合う、使い合って、あの産業をね、もう盛り上げてるというか、うん、そんな優しさも、うん、優しさというか、まあ、私は勝手に優しさと思ったんですけど、それずっとそれをされてきてるってことですね。そうそう、突然ではなくて、突然じゃなくて、うん、そうですね。で今だったらもっと安くて、ね、まあ、便利なものに置き換えられることもできるんだけれども、今でも和紙を使って、すごい素敵な話、ね、なんか今こそそういうのもなんかこう丁寧に生きるって感じがするじゃないですか、ですね、今ってこの、はいはい、あのこうスピード感だけではない時代、うんうんうん、まあ、スピード感も必要なんですけどね、うんうんうん、変な逆の意味は風の時代だしね、うんうんうん、でもそのこう大切なものを大切にしていくっていう生き方が結構、いや、いいですよ、ね、そうですよね、うん、と思いますね。まあ、素敵で、お話の途中本当に申し訳ないんですけどね、一つ私お伝えするの忘れていたことございまして申し訳ないです。ここですね、あの今いろいろね、いろいろそれで思い出したんですけど、いろいろ今いろいろあるじゃないですか、ウイルスとかいろんなものが、うん、でこの中もこう、まあ、ここでこれアクリル板もやってますし、あとはこの部屋の中も時間あの全部で、ね、消毒もしていただいてて、うん、で窓空気も今もちろん閉めてますけど、空気を入れ替えもしていただいて、そして今ここにですね、あのちょっと見せておこうかな、出しちゃおうかな、これこういうのこういうのこういうのこれをですね、トレイルフレッシュというのも使っていて、イオンのパワーでですね、オゾンイオン、オゾンとイオンのパワーで私たちこの空気をクリーンにしてやってますので、安心して、今私たちマスクしてないじゃないですか、始まる前までマスクしてたんですけど、まあ始まるにあたってマスクを取り、これも使って、そしてあのスタッフの方たちはみんなもマスク、前にいる方も黒いマスクして、これ見えないんですね、ね、これ見えないんですよ、そうなんですよ、私はこういらしてるのにちゃんと本当見えないですね、そうね、すごいですね、すごいです、そうなんです、なのでちゃんとそこら辺はあのきちんとケアさせていただいて放送しておりますので、と思いまして、すいません、お話の途中でした。いやいや、とんでもないです、はい、はい、大事なことですね、そうなんです、今ね、今本当大事、そう、コロちゃん ね、まあ、コロちゃんのおかげはないですよ、だけど、まあ、いろいろ世の中変わりますよね、うん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 、そうですね、でですね、ですね、いろんなお話を聞きたい、 もっともっと聞きたいこといっぱいあるんですけどね、学んだことっていうか、今の活動のちょっと前にですね、違うな、この和紙私は触って、うん、感動したのが、ええ、あとこれもちょっと触ってみたいんですけど、あ、触ってください、いいですか、いいです、もちろんもちろん、これブーケの、あ、まあ、パーツになる、あ、そう、軽いんですよ、軽い、これ綺麗、これ木並みさん、そちらで持った方がアップできるのかな、あ、そうです、これで綺麗綺麗、そう、この、はい、この切り口、あの花びらの切り口、見えてる見えてる見える見える、この、うん、このもそもそ、これ、うん、植物の繊維なんです、それはだから手すき和紙だからこそ、ね、そうで、うん、私はあの和紙の中で一番好きな部分がここなんですね、なのでまあ、表現の方法としてはこの繊維が邪魔になる表現もあるんですけれども、うんうんうん、私はもうこれを生かしたくて、もうあえてこのもそもそを、うん、もそもそ出して、ね、使ってます、
綺麗、いいね。これ結婚式のブーケにいいですね。そうなんです、ね、軽いので、うん、素敵これ。あとこう、あ、こういうとこ、この何でしたっけ、あ、そうね、和装のブーケ、和装のブーケで、あのパンダちゃんがいるから、パンダちゃん何のヒューだか、うん、あの白むくで持っていただいたりとか、あ、はい、あの実例ももう、はい、あの神社の結婚式とかでも何回か使わせていただいて。そうなんですよ、すごくいいね、はい、あの軽いから、うんうん、あのだと汚さないので、あの聖火ってやっぱり聖火とか、ね、まあ、ね、ちょっとあのドライ系のものはちょっと可能性、ね、大事な お着物を汚しちゃう可能性があるので、うんうん、これはあのそういった心配もすごくいいかも、はい、そう思ったら、もし、ね、よかったら使いませんか、ね、もう何の時に使うもう終わってます、もう終わってますパーティーの時に使うのよね、うん、まあ、こんなものも、はい、でってことは、その私の羽衣の話を聞きたいんですけど、あ、はい、あのブライダルといえば、あ、はいはい、であの君並さんが作られている、はい、制作したその製品ですか、あれはなんて言ったんだろう、そう、まあまあ、作品っていうよりもあれを、そうですね、あの、はい、まあ、あの使っていただく方がいらっしゃればと思って、ね、まあ、当初は作りましたけれども、うん、あ、そうですね、はい、じゃあちょっとですね、その羽衣がどうって今話したものはどんなものなのかっていうのをちょっと見せていただいてもいいですか。羽衣ちゃん、これですね、ご紹介いただいてありがとうございます。いやいやいや、もうね、あれ見た瞬間に本当 手でこうねついてる感じが、うん、まさに今ね話してるんですけどあの瞬間無ですって、やっぱり、あ、そうそう、本当にそうです、うん、はい、もう何も、あ、考えてたらできないというか、考えること必要もないし、うん、もうただ目の前にあることだけ、もうだってそう出来上がりはあるわけですよね。そうです、そうです、もう頭の中にはもう出来上がりのイメージはもうあって、うん、それに向かってあの動いてるっていう感じです。もうそこに向かってる感じ。なんかそれ何事にも言えそうなことですね。それってね、なんかね、そうですね、ビジョンっていうか自分のしたいことをイメージしたら、あとも今を生きるってなんかよく言うじゃないですか。その今を生きるって私あんまり本当難しいなと思って、難しいとか、うんうん、と今探求中なんだけど、こうどうしても目標あったらいいとかビジョンを生きたらいいってなるじゃないですか。確かに確かに。ね、だけどもその絵があったら。ある人が言ってたんですよ、それはもう忘れていいっていうぐらい、そして今行くともうそこにたどり着くっていうんじゃないけど、それが無みたいな感じですよね、なのかな、きっとね、うんうんうん、わあ素敵、そうです、あの、まあ、カリカリととても素敵だった、シャラシャラ、これこのカメラマンの方もなんか今おっしゃってましたよね。ああ、そうなんです、うん、あの私の親しい友人で、あの山下由紀子さんっていうカメラマンの方、女性なんです、女性の方がね、はいはい、でもあの光の捉え方が、うん、特に和紙の扱いには、はい、もう非常に私の求める、うん、
刺し方をしてくれるんです。白いもので、そうです、和紙で、そう、陰影、要は光だけじゃないんですね、影もちゃんと意識して捉えてくれるので、本当にこれは何、この羽衣は、はい、もしかしたらブライダルのなんかショーなんかに使えるし、ね、はい、ドレス、そうですね、これは一度名前を出していいのか、ニューオータニーさんのブライダルショー、うん、はいはい、ブライダル、はい、そういったところでも出していただいたりとか、はい、もう実際ちょっと展示もさせていただいていて、でも私のそのもう一つの目標はビクトリアシークレットのショーで、和紙の、そうです、日本の文化の伝統工芸品の和紙が、うん、ラーメンで翻ったらいいなと思ったんですよ。素敵もうそれがもう、イメージは、うん、まず それをイメージして、無の時間を過ごしていましたが、そういったブライダルの方にもご紹介いただいたりとか、ちょっと自分が思いがけない方に、うん、はい、いいですね、広げていただいて、それなんかちょっといいですね。いいですか。うん、そう、なんか日本の、そう、日本のものがね、うん、やっぱその世界で、うん、なんでしょうね、そう、綺麗に扱われる、うん、大事に、しかもそう華やかな場で、うんうん、扱われる、うん、どうしてもね、この伝統的なものだけを意識しがちだけど、そうなんです、それがもの、はい、羽衣を通して、ま、今これあれですね、あ、そうです、これ和紙を作ってらっしゃるところですね、はい、で、これは、はい、これは東京都の手すき和紙の、東京都にもあるんですよ、あ、ちょっと終わっちゃいましたけど、そうなんだ、これもそもそですね、もそもそが、あ、この、あ、綺麗、あ、これ、このこういうお花の、あ、そうですね、これはリリーで、はい、なんですけど、これが構造です、構造、え、クワじゃないの、あ、はい、クワ科なので似てます、だから、はい、お蚕さんが食べる、ね、そうです、そうです、はい、あ、じゃあそっか、そこも通じてるね、そうなんです、そうです、まさに絹と、うん、絹と和紙はもう同じ、うん、まあ、植物がクワ科、あ、そうなんだ、はい、知らなかった、はい、で動物性の繊維か蚕が吐く、うん、動物のそうかそうか、はい、動物性の繊維になってるから出た、できた繊維か、うん、植物そのものの繊維かの違いということで、あ、これはですね、これは何でしょう、これはですね、これはですね、今これから今後のね、もう本当お時間もあっという間にもうこんな時間になってしまったんですが、今これからの活動、今 ね、はい、富南さんがされている活動の一つとして、はい、SDGs ですよね、そうですね、はい、うん、こちら今フィルムにも出てるんですけれど、うん、こちらの手元にあるこれ、くまちゃん、ピアラスベアというんですが、うん、はい、これは リユース、リサイクル、あと東北支援、うん、東北支援、東北支援、はい、東北の歩いてる歩いてる、あ、はい、で、そちらで、熊のベースを作っていて、手すき和紙をペタペタ貼って、あ、そういうことなんか、じゃあ形はもう、はい、東北で作っていただいて、はいはい、そこにいろいろ、そうです、手すき和紙を貼って、で、いろんな今出ている、あ、かわいい、あ、医療従事者の方たちとかね、はいはい、そうです、いろんな方が、どういう方たちが、これはワークショップかなんかでやれるんですか、あ、そうですね、はい、これは日本橋にある小津和紙さんという和紙の専門店があるんですけれども、小津和紙、はい、でそちらでキットも売って、これが大元、あ、そうです、 あちらを東北で作ってます、岩手県で、はい、でそれでキットを買ってペタペタ貼って、うん、でなんかそれ上にネイルチップが乗ってるんでしょ、乗ってるんです、この子、はい、はい、うん、見て見て頭、はい、ここにネイルチップ、はい、かわいいよですね、こういうのを、まあ、ちょっといろいろあしらって、で、うんうん、ピアラスベアコンテストというのを今年も秋にやりますので、もし作られた方はぜひエントリーしていただければ、じゃあこれ作りたいときにはその東北に連絡するか、それとも、小津和紙さんにキットが売っています、小津和紙さんで、はい、であとキットを買って、で小津和紙の教室で私たちがワークショップしたりもできますので、うん、はい、ぜひご参加いただければ嬉しいです、あ、やってみたいですね、あ、やってください、無になる瞬間、無になる瞬間、ね、うん、本当にこういう可愛くて難しくないもので、これお子さんも大丈夫、あ、できます、実は、うん、まあ、ママと一緒にということで3歳ぐらいのお子さんが、うん、もうママと一緒にやったり、自由な発想だもんね、もう楽しそう、色に、うん、
固定概念がないのでですよね。もうすごく可愛いものを作ってくれたりとか、します、はい、じゃあ逆にお子さんとやるのもいいかもしれないですね。そうですね、はい、楽しそう。今おこもりのね、おこもりの季節なので、うん、はい、ぜひコロナの中楽しんでいただければ。そうですよね、お家でやって、みんな、うんうんうん、家族でやって、はい、投稿すればいいんですもんね。そうですそうです。じゃあそれを細かいの知るのは、キミナミさんのホームページとか、はい、なんかあればそこに問い合わせさせていただき、ぜひぜひ、はい、キミナミユミコっていう風に。そうですね、あとはピアラスの先ほどのウェブサイト、はい、うん、があれに、ぜひ問い合わせてください。わ、はい、かりました、はい、じゃあピアラスっていうのを、これですね、はい、ピアラスっていうのに問い合わせていただければ、はいはいですね、はい、あとまあこういった御朱印帳のそうだ御朱印帳ワークショップもあったり、まあ、この和紙の花のワークショップもあったりします。じゃあワークショップは、うん、あ、これもワークショップで、はい、はい、します。じゃあ自分でブライダルの方が作るのもいいですね。そうですね、家庭の後にはブライダルで自分のものも作られます。あ、じゃあワークショップはこれとベアと、こちらの今御朱印ね、はい、私も御朱印帳を集めてますよ。御朱印帳いいですね、和紙でね、はい、中も和紙ですもんね。そうですそうです。あ、はい、素敵。あ、じゃあぜひ体験しにいらしてください。気になる方はぜひこの時いいですよね、はい、無心になる、はい、なんかいい時間になると思います。はい、なんかね、もうあっという間、いろいろね、ほんとね、もうね、いっぱいね、もっといっぱい話聞きたいこともあったんですけど、またぜひ、ね、また来ていただいてもいいですか。あ、もちろん、もうぜひまたね、楽しかったです、ね、楽しいですね、うんうん、またもっといろ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 話をしたり、はい、まあここでワークショップやっちゃってもね、あ、そうですね、やりながら、あ、それもいいかもしれないですね、いいですよね、はいはい、そんなこともちょっと企画して楽しくしていきたいと思います、はい、今回はですね、本当昔からのお友達だったということで、はい、なんか本当にもうね、昔話にも花が咲き、もう純子さんすごくかっこよかったんですよ。いやいや、もう、ね、今もかっこいいんですけど、あのこれはね、赤いスーツとか平気で着てましたよね。ノーを言わない、ノーを言わない、もうノーは言わない純子さんでしたから、はい、楽しかったですね、はい、はい、じゃあ次回のですね、ゲストの方のご紹介だけちょっとさせていただきます、次回はですね、皆さん知ってる方もいるか、山崎たくみさん。この方はですね、ですね、夢の実現プロデューサー、あとですね、今はですね、著書、あの本も書かれてて、本をですね、もう50冊以上書かれてて、累計150万部以上の売り上げをベストセラー作家さん、まあ、事業もたくさんされてて、ニューヨークにもね、あのタクメンというところがあって、ラーメン屋さんとか、なんかホテルもやってるんじゃないかな、私お友達がニューヨークに、行った時に、そこの匠さんがやってらっしゃるなんかドミトリーっていうかなんかに泊まったって言ってたので、YouTube たまに見ます。あ、やっぱり実は YouTube 見てます、ね、そうね、考えたらもうね、楽しくなるんですよね、うんうんうん、なので私が聞くっていうよりもなんかもう何も聞くことがない時間になるかもしれないんですが、ですね、で実は今回お呼びするのは画家さんとしてお呼びさせていただいてます。あ、そう、はい、で次ね、そう、今ここにもありますけど、今ね本をですね出版されて、また今度50短文2冊目とか3冊目とか、ごめんなさい、詳しく間違えてたらごめんなさい、引き出す力というので、Amazon から買えるんですが、ちょっとですね今キャンペーンをしてて、その次のページって、あ、そうですね、Amazon、 あ、これですね、 Amazon キャンペーンやってまして、これをですねみんなでちょっとお祭りにしちゃおうということで、一瞬で瞬速で風速で1位を狙おうということで20日のですね、もしもこれが気に入ったか、あの見てみたいなと思った方は2月20日20時から21時の間にポチッとしてみてください。でポチの仕方はそこにまあいろいろレビューを書くとか、レビュータイトル、レビュー署名、あ、署名、社名を記入するってあるんですけど、それをちょっと調べていただいて、ぜひ応募していただくと、ですね、なんとですね、なんだ、何が当たるんだったっけな、ズームに参加できんじゃなかったかなっていうのをやられると思うので、ぜひもしもね気になる方は、ほら1000名参加、ね、できるんですよ。なのでズームイベントだ、そうですね、3月2日に行われるっていう特典がついてるので、ぜひもしも気になる方はポチッとして、来月は15日かな、あれ、来月の第3火曜日に来ていただきますので、その時にはそのお話も、ね、そうですよね、はい、来ていただきます、はい、ということで、今日はですね、もう本当に楽しいお話をいっぱいさせていただきまして、なんかね、
若い子たちというか、うん、今これからあとまあ年齢重ねた方たちでもこれからでもチャレンジできるんだとか、はい、なんかそんなこと感じてもらったり、このなんか見てる方たち何かいろいろ感じる時間になっていただけたでしょうか。でしょうか。でしょうか。感じていただけたら嬉しいと思います。では、また近々お呼びさせていただきたいと思いますので、はいはい、よろしくお願いします。今日はありがとうございました。では純子のアートシンキングでした。ありがとうございました。ありがとうございます。皆さんありがとうございました。